皆さんこんにちは、編集長の南です。大人気俳優の中村倫也さん、探偵からチンピラ、ひ弱な青年、サイコパスと同一人物とは思えないほどの演技の振り幅で男女問わず多くのファンを虜にしています。柔らかい雰囲気と素敵な声で中村倫也という沼にどんどんハマっていく人が続出していますが、実は下積み15年というとんでもない苦労人なのです。今回は遅咲きの実力派俳優中村倫也さんのこれまでの歩みをアニメでお届けします。1. 芸能界入りのきっかけ。1986年12月24日、東京に生まれた中村は小さい頃からとにかく可愛らしいルックスでひときわ目立つ存在でした。サッカーが得意で、中学時代にはすでにファンクラブが結成されていたといいます。高校1年生の頃、中村が写っていた1枚のクラス写真を見た現在の所属事務所から同級生を通じてスカウトされます。ちょうどその時期に勝ち負けにこだわるチームの方針への違和感から、サッカーをやめたばかりだった中村はこれも縁かと事務所が解説する俳優養成所へと通うことを決めるのでした。ボーカルレッスンやお芝居の勉強を始め、学校で披露した時には生徒たちからどっと歓声が起こるようになった中村は、次第にそれを快感に思うようになっていきます。あれ？ちょっと楽しいかも、お芝居って面白いな。2. 泣かず飛ばずの下積み時代。2005年に映画7人の弔いで俳優デビューを飾り、同年に山田孝之主演のテレビドラマ H2 君といた日々にも出演しました。その後も年に7、8本、多い時には年に10本以上のテレビドラマに出演するも、大きな役に恵まれることはありませんでした。腐ってしまった時期もありました。引っ越し屋のバイトに疲れ果てたこともありました。それでも役者として今の自分に需要がないだけだとひたすら演技を磨き続けたのです。一方で所属事務所も決して中村を諦めることはありませんでした。後輩の松坂桃李や菅田将暉が瞬く間に売れっ子になっていく中、あなたは媚びなくていい、そのままブレずにいればいいと中村の背中を押し続けた社長は、彼に俳優としての価値があることを強く信じていたのです。3. 仲間たちの言葉を胸に。仕事がなかった時代、同じように当時無名だったムロツヨシと一緒に食事をしていた時のこと、くすぶって全てを斜めに見るようになっていた中村にムロが問いました。何になりたいの？そんな風に聞かれたこと、そしてその質問にすぐに答えられない自分が悔しくて腹が立って、それから中村は家にこもって1週間考えに考え抜いたと言います。その結果分かったことは、やっぱり俳優という仕事が好きだ、頑張るしかないという紛れもない自らの信念でした。その後も中村倫也という名前はなかなか世に出ず、ドラマや映画を掛け持ちして何冊もの台本をカバンに持ち歩いていた頃、舞台での共演をきっかけに仲良くなったのが生田斗真でした。売れたい、掛け持ちもありがたいけど、一本に絞ってどれだけの力を発揮できるか試してみたいと打ち明ける中村。そんな彼に生田は確信を持って言いました。近いうちに倫也の時代が来る、絶対に。俳優仲間たちの言葉を胸に、中村は諦めることなく着実に経験を積んでいきました。 4. 朝ドラで大ブレイク。中村の生活が一転するきっかけとなったのが、 NHK 連続テレビ小説半分青いへの出演を果たした2018年でした。その年の初め、テレビドラマホリデーラブで妻に浮気されるモラハラ DV 夫を演じ、その狂気的な演技力で注目を集め始めていました。そしてその直後に半分青いで演じたのが、今となっては中村の代名詞ともいえる癒し系ゆるふわイケメンのマー君こと浅井正人でした。おっとりとした口調といちいち可愛い言動にハマる女性たちが続出し、登場シーンがなくなるとたちまちマー君ロスが巻き起こりました。実はこのマー君ロスは、脚本を読んだ時からの中村自身の思惑もあったのでした。魅力のあるキャラクターだからこそ、役者の使命としてロスを起こさないといけないと思った。狙い通りにロス現象を生み出した中村は、このドラマに出演したことで街を歩けば見知らぬおじいちゃんにまで、朝ドラ出てるねと声をかけられるようになり、その年のヤフー検索大賞で俳優部門賞を受賞するなど大ブレイクとなりました。下積み15年の苦労人がやっと脚光を浴びたのです。ここから中村は実力派俳優として日本中に知られることになります。 5. 中村倫也が人を引きつける理由。小動物みたいで癒される。低い声で優しい語り口調、見た目は静かそうなのに話すと面白い。ファンから見た中村の魅力は尽きることがありません。2020年春、所属事務所の公式アカウントにて配信された YouTube 動画、中村さんちの自宅からでは、プライベートを惜しみなく
公開し、その飾らない雰囲気で新たなファン層をどんどん増やしています。また下積みが長かった中村は、現場で馴染めずにいる共演者を見かけると自分から積極的に話しかけて、その人の気持ちを和らげるという苦労人ならではの心遣いを併せ持っており、業界でもその謙虚な姿勢で一目置かれています。様々な作品作りを経験して引き出しを増やしてきた中村智也、そんな彼に視聴者がハマる理由は計り知れません。今後も彼に心を奪われる人は後を絶たないことでしょう。本日もご覧いただきありがとうございました。中村智也さんが出演した凪のおいとまにハマって毎週欠かさず見ていました。皆さんの好きな作品は何ですか？コメントいただけたら嬉しいです。このチャンネルでは有名人のエピソードをアニメでお届けしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。以上、編集長の南でした。またね。